はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は私が愛用しているニトリ商品の紹介、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。伸縮フリーラッグクラネ、横幅29から45センチまで伸縮可能です。高さ31センチですが、穴の位置によって高さを変えることができます。洗面台下にある邪魔な排水管などを避けて設置することができます。棚板を置けば無駄なく下から上まで収納することができます。整理ボックスクラネ、いろいろなサイズがあり、使いたい場所、物に合わせて選ぶことができます。ハイタイプには背が高いもの、シャンプーボトルや洗剤ボトルなどを入れています。こちらはロータイプ、クラネ用の仕切りも売られています。こちらをはめて使用すれば、散らかりがちな細々したものをすっきり収納することができます。ダイソーの積み重ねボックス、こんな感じで入れれば分けて収納することができます。こちらはロータイプ、細長い排水口ネットやブラシ、歯ブラシなどの収納にもぴったりです。スリムタイプ2個がロータイプ1個分の大きさとほぼ同じ。穴があるのでスムーズに引き出すことができます。ハイタイプはこんな感じで角度を変えても中が見やすい。こちらはもう何年も愛用していますが、とても使いやすいです。スペアテープ3本入り、強粘着タイプ。我が家はワンコを飼っているので、どうしても毛が散らばります。こちらを使えばすっきりとお掃除することができます。斜めカットになっているので、テープの取り替えも楽ちん。100均にもこういったテープ売られていますが、ニトリのものがすごく強力なので、いつもこちらを使用しています。特に布製品は毛がつきやすいので、こまめにお掃除をするようにしています。こちらはタワーのスペアテープを収納できるアイテム、今はこちらのマグネットで貼れるようなタイプも売られているようです。抗菌滑り止めシート、こちらサイズは2種類、丸いポコポコがあって、それに沿って切るととても切りやすい。抗菌加工がされていて衛生的、引き出しや食器棚を傷から守ってくれます。食器も動きにくいので整理がしやすいです。伸縮ザルボールフライパンスタンド、サイズは2種類、我が家は30から54センチ用。さまざまなフライパンやボール、鍋蓋などを収納できます。こちらもかなり長く愛用している商品です。重ねると取りづらくなってしまうボールやザル、こちらを使えば取りたい時にさっと取ることができます。もちろん戻す時も楽々。ハンガー各種、衣類の首元がよれないようにかけれるのでとても使いやすいです。滑り止めがついているので滑りやすい衣類も安心して干すことができます。こちらは衣類が乾きやすいハンガー、こんな感じで曲がるようになっていて、この構造のおかげで衣類がとても乾きやすいです。今はね、夏場なのであまり使用しませんが、冬場とかトレーナーとかパーカーとか、そういった衣類におすすめです。以前はマワハンガーで揃えていましたが、ゴムの部分が変色してしまったので、今はニトリのこのハンガーにほとんどのものを変えています。干し終わった衣類はそのままクローゼットにかけられるのでとても楽ちんです。ホテルスタイル枕、ニトリってすごいたくさんの枕が売られていますよね。
その中でもこちらのホテルスタイル枕はコスパも良くて使い心地がいいのでお気に入りです。こちらは数年使用したホテルスタイル枕。洗濯機で丸洗いできるのでそんなに汚れていませんが、ちょっとダメージが気になってきたので買い替えました。乾きづらいか心配でしたが、意外とね早く乾いてくれます。もちもち生地で柔らかくて、このホテルスタイル枕すごくいいと思います。こちらは1000円以下で買えるニトリの枕。こちらも丸洗いできるのでコスパ重視の方はおすすめ。マグネットゴミ袋ホルダー、こちらは L サイズ、マグネットが付いているのでこちら好きな位置に貼り付けます。こういったのってセットが面倒なイメージがありましたが、これはね結構スムーズにセットすることができます。パーツを付け替えれば縦でも横でも使用可能。マグネットが付いているので冷蔵庫などに貼り付けられます。取り出しも割とスムーズ。あとは棚とかに立てて置いたりするのもいいですし、私は引き出しの隙間に立てて収納しています。付属で便利なシールも付いていました。せっかくなので貼り付けておきたいと思います。一目で何が入っているかわかりますね。密閉式カットできるバターケース。こちら一部分が黄色のものしかなかったのですが、真っ白タイプが出てテンションが上がりました。バターをのせて蓋でキュッと押せば簡単に約 5g にカットできます。切りきれなかったのでこんな感じでスプーンで落とします。均等にカットができています。残量が分かりやすいし、デザインもお気に入り。滑りにくい木製トレーの L サイズ。以前これより小さいサイズを買いましたが、失敗してしまい、こちらの L サイズを購入しました。夕食にちょうどいい大きさです。余談ですが、ドンキのこのドレッシングめちゃくちゃ美味しい。こういったトレーに食器を乗せると、片付けの時も便利ですよね。ほら見て、全然ね滑らないの。最近さ、我が家週1でカレーやってるわ。皆さんはどれぐらいの頻度ですか？最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。